日本プロ野球選手会と日本野球機構の事務折衝が23日、都内で行われ、ソフトバンクと西武をめぐる人的故障の問題について、選手会の森忠人事務局長が見解を語った。西武から FA 移籍した山川の人的故障として、28選手のプロテクトから漏れたとの一部報道があり、森事務局長は人的故障自体は撤廃してほしいというのは前から言っている。制度的なもので、起きるべくして起きたかなというのがある、と見解を語った。今後、2月のキャンプ地を回って、当該選手、各球団の役員に事情を聞きたいという意向も明かした。これに対して赤味噌氏のコメント、ちょっと理解に苦しむ。人的保障という制度があるから起きるべくして起きたんじゃないでしょ。人的保障という制度がガバガバなのを NPB が見過ごしてたから起きた。厳格なルールしけてなかったところから目をそらさないでほしい。だったら言わせの時にやれよって話よな。なんだこれ。前から主張してるのはわかるけど今回の問題はそこじゃないし、今回の問題にカコつけて勘がしてなぁ。起きるべくして起きた？んなわけないやろ。人的保障ないんやったら、金さえ出せば選手取れるから、金銭に余裕のある球団は育成専用になるかもなぁ。撤廃の議論はいいにしても、起こるべくして起きたは意味がわからん。人的保障みたいな制度は残しておくべきやと思うけど。ファンの声聞く気ないよな。最近は選手側の声ばかりが大きくなってきて、球団の立場が悪くなってると思うわ。逆に起きないように最初からルール整備しとけば、こんなことにはならんかったやろ。人的廃止したらシンプルに NPB の人気落ちそうじゃない？チームの均衡崩れるだけやって、ソフバンに金でも積まれたか？せめて代案出してから言ってくれ。これ以上金満球団最強環境を強めたらプロ野球自体の人気が下がる。ソフトバンクのやりたい放題になってまうよな。制度のせいにするのおかしいよな。改善じゃなくて撤廃に傾くのは論点のすり替えが過ぎる。金満球団じゃない球団は強制解散とか言い出すんちゃうか。